リミック本当に今年はとんでもなかったです。毎日はね、どうだったの、うん、どうだったっていうか過去形でなんか。自分もレコーディングがずっとあったので、ね、それも全然進まなくなっちゃって、本当同時進行で12組で、ああ、そうね、録音を、あ、そうそうそう、コンビネーションを作ったんですけど、ね、精力的じゃない。で、やっぱりまあ、いろんな人がこれ参加してくれてるんですけど、うん、その若い人、ひろさんも、あ、そうです、ひろさんもいらっしゃったし、あとは小さいお子さんがいるミュージシャンであったり、あ、そう、そもそももうそのカモメ児童合唱団っていうのが、知ってます、私は、はい、もう本当にちびっ子だったりするので、あ、ほんとだ、そうか、さとまりね、気分っていうのもあるし、なんかそのコロナの捉え方もまちまちだなっていう、あ、そうなんですね、みんながどんどんこうちょっとずつ変わっていったので、うん、その辺なんていうんですか、変遷というか感じつつ、うん、ドキュメンタリーだ、ドキュメンタリーみたいな感じになって、うん、まあ、これはボリューム1で、はい、ボリューム2も作るんでしょ、考えてました、ボリューム2で考えようと思ってたのが、そのなんていうんですかね、遠隔レコーディングというか制作というか、まあ、リモート、はい、リモートでやりたいなと思ってたんですけど、もうそれもなんだかんだね、今回盛り込まれてしまったというか、うん、まあ、集まれないっていう人たちも多かったんで、うんうん、でも今の時代って結構家で録音もできるじゃないですか、うん、でデータのやり取りも簡単になったんで、じゃあそういう作り方もちょっとトライしてみようかなっていうのは今回もうすでに、うん、ね、はい、うん、正直に言うと、うん、リモートで、うん、つまりレコーディングがアルバムを頓挫してたので、仕上げていく最後でダビングとか、例えば作詞入れたいな、どうしようかな。でも、まあ、僕のイメージは原君、原さんとか、彼を介在しないでレコーディングするのに非常に抵抗があって、うん、自分家で例えばリモートで、うん、撮ってもらって、自分家でやったりとか、やりたくないなと思っちゃった。で、とにかくリスクがないようにして、時短にして、ルースに一人よ。で、その人が入った時で僕は退出するみたいな。で、終わったらすぐ撮ってて帰ってみたいな。だから、いた時間は3時間ぐらいしかないんだけど、3時間でできることをまとめて、一曲フルに聴かせずに、いつもそうなんですけど、感想だったら感想だけ聴かせて、プレイバック僕ない。僕聴かせないで、はい、作る。はい、次に行くって。で、撮ってるやつ。じゃあ、また連絡します。だから結局、リモートでも、ダビングとかはしなかったんですけど、そのリスクっていうのは、その作業をして今年の春9月どのくらいあるのかよくわからないし、まあ、今もですけども、やっぱり自分でマイキングとかしたくて、なんか手前はいっぱいいるやつなんですけど、やっぱ原君にやってほしいなっていう、エンジニアとこの関係が濃いものっていうので、もう20年近くやってるし、彼に信頼があるんで、彼を呼ばずにレコーディングすることはしないっていうのは、つまりレックボタンは自分で押さないっていうのを約束してるので、まあ、これからどうなるかわかんないけど、まあ、色彩音楽は一般という形で、なるほど、まあ、国との差別ということは、じゃあ作品の制作自体はコロナによって大きく変化したっていう感じではなかった、でも、うん、8割方できていて、2割ぐらい、そうかそうか、ダビング、そのね、2割っていうのが、はい、結構大きくて、すごい組み直したり、うん、曲順を決めながら僕、レコーディングしてるんで、曲を落としたり、今度原稿書いたり、うん、そういう、こう知の作業と、肉体の作業と演奏、一緒にこう、2割できてない部分をどうやってブラッシュアップするかっていうのに4ヶ月ぐらいかけれるっていうのが分かって、もうアルバムなんか全然もう70分ぐらい録音してあるのに、まだ録音しようかなと思って、そのサブのスケッチショーのセラっていう曲を追加で撮ったり、まあ何だりやってたんですけど、だから結構膨大な量をやれる時間が、膨大な曲用意されたっていうふうに考えよう、
改めて、まあ、こう磨いていったっていう。ただその終わる時が結構これはパンデミックもひどい感じがするので、うん、終われないなみたいな感じがした。つまり終わっていいんだろうか、パンデミックを続いてるな、うん、ああなるほど、そこは混ざってきたというか、うまく言えないけど、音楽、まあアイコもそうだけど、音楽家は音楽を作る作業って生きるっていうことだから、これ完成しちゃったら僕どうなるのかなって、うん、心配なくて、じゃあ次のアルバム作ればいいじゃんって、うん、風に切り替えていくんだけど、完成させたくなくなっちゃった、その途中でね、パンデミックについて、まあ、ちょっとこう、ね、比喩表現すれば、はい、ブライアン・ウィソンのスマイルが書いてありましたけど、ブライアンは完成させたくなかったので、でビートルズだったらホワイトアルバムってのもありましたけど、まあ、膨大なものになる、完成させない、はい、完成させなければいいんだけど、私は誰も聞かないじゃない。まあ、ちょっと、まあ、とりあえず完成させるかっていう、終わった日のことはよく覚えてる。すぐニュース見たから。うわ、なるほど。完成させたくなくなってしまったっていうのは、そのコロナの影響としては、具体的にはどういう心情にこう作品に対して思い入れというか。まあ、気に入ったんですよ。あ、じゃあポジティブな、ああポジティブなだったんですよ。大体気に入らないんだけど、作ってる時にすごい弾いちゃった、気に入ってるなっていうさ、その自分の歌が改ざんしたってことだけじゃなくて、なんとなく全体のやってるトーンが、あ、これでよかった、つまりコロナ前から進めてたものなんだけど、2020年の秋に出すのはこのトーンでよかった、別に気負ってはいいし、すごい楽しい音楽じゃ全然ないし、うん、すごい悲しい音楽ですね。つまり中庸っていうので、今ってすごくポジティブな気持ちとネガティブな気持ちが介在してるんで、すごく中庸な、中ブラリンな日々、まあ、あゆくんはちょっとどうかわからないけど、まあ、僕はそういう感じで、そういうトーンの人って他にもいっぱいいるだろうなと思ったのが、まあ、自然とそこに座って音楽が座ったみたいな、それは良かった。なるほど。途中でね、ここだけの話、テイラー・スウィフトのフォークコアみたいなありますよね、はいはい、あんまりテイラー・スウィフトとか気になったんですけど、発売、まあそのロックダウンして作られたアルバムですよね、で聴いて初めていいと思ったんですよ、いいアルバムだなと。ジャケットをモノクロで森の中に一人でディスタンスしてる、アルバムで、あ、外国なんかこうみんなが言うことですけど、一つのことに全世界の人が同じように体験しているっていうふうに言って、今までの人類の歴史の中で、まあ、今まで例えばそういう感染というのはありましたけど、僕が生きてる61年の中ではないんですよね。それがパンデミックっていう悲しいことだけど共有してるわけで、だから多分テイラー・スウィフトもポール・マッカートニーも僕も同じフィールドで悩んで楽しんで音楽を作ってるんだっていうのは励みになった。なるほど。で今度ポール・マッカートニーはマッカートニー・スウィフトってあるのが来月出るんですけども、12月にロックダウンっていうのをテーマに一人で作ったアルバムポールも出るんですけど、そういう宇宙にいるんだなって、それは寂しくないんだと、それはアイクンだとそう思うけど、みんなリモートしたりして、でも作品を作り続けていますよ、やめないんだなこれが、それはすごい、あ、やっていこうかなって、誰もみんな作んなくなっちゃったら寂しいじゃん。そうですね。でも2011年の東日本大震災の時もちょっとそういう経験をして、音楽が聴けなくなったり、ちょっとスタジオが閉鎖されて作業ができなくなったりして、一時はそんなあったんだけど、今回の日ではない、つまり長期戦に入ってるみたいなことが大きいな、
来年も僕はそうだろうなと思っていて。